はい、大ポータダイバーおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。藤岡弘志や。はい、田中さんはなんでうちを選んでいただけたんですか。最初来た時、沖縄で旅行して体験ダイビングやったんですよね。で、そこで沖縄ダイビングセンターだったかな、そこでダイビングして、はい、ダイビングがすごく楽しかったんで、そこのスタッフさんが群馬県でもトリオをちょっと勧めてくれたんですよ。で、紹介してくれたお店がフリッパーさんなんですよね。ありがとうございます。はい、まあ、講習やってみてどうでしたか。いや、楽しかったです。ああ、嬉しい。もみ抜きはちょっと苦労しましたけどね。でしたね。でもコツが分かって、ね、はい、できるようになりましたね。はい、やっぱいいっすね、あの空飛んでる感じ。はい、で、これからじゃあどういう風にダイビングを続けていきますか。そうですね、たまにできればいいですか。ダメだよ、そんなの。いや、でもお金がないもんだよ。働きましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。